カゴカゴは、人を乗せて、人力で運ぶ、乗り物のこと。人が座る部分を一本の棒に吊るし、複数人で棒を前後から担いで運ぶ。江戸時代まではよく使われたが、明治に入ると、道路の整備に伴い急速に人力車にとって、変わられていき、明治5年までには交通、運送手段としての役割を得てほぼ姿を消した。伊達家の純記用の竹雀門竹三飲料門。 ボタンから草巻へ女乗り物。江戸時代中期、18世紀江戸時代、カゴの中でも、クゲや武家が乗るような装飾が施されて、引き戸がついている高級なものは、乗り物と呼ばれ、大型で柄の長いものは、長江と呼ばれた。将軍家の用いた総アジロと呼ばれる漆仕上げの乗り物を頂点として、大名の中でも、地位階級によって、形式や仕上げに、清楚の差があった。 また、大名や側室が非公式に移動する際には、お忍び籠と呼ばれる四人担ぎの乗り物が用いられた。大名の家臣は重臣であっても、基本的に、江戸市中では籠には乗らなかったが、対外接生役を務める江戸ルス巨役の武士は、対面として、ルス巨役籠と呼ばれる二から三人担ぎの乗り物を使用した。また、 主要で外出する武士は、検問カゴと呼ばれる二人担ぎの籠を用いることがあった。庶民が乗る一般の籠は、町籠と呼ばれるが、武家が主要で乗ることもあった。江戸市中で使われた町籠には、引き戸があり町籠の中で最上級の宝泉寺籠、左右に畳表を垂らした竹製の安発カ籠、小型で左右に、垂れのついた四つで籠、四つでよりやや、大型で安ポツより、 簡素な計4つカゴの4種類があった。カゴ状の座席後街道などの街道筋には、道中カゴと総称される民間のカゴ屋が存在し、大別すると、山カゴ、どんやカゴ、宿カゴの3種類があった。山カゴは、箱根峠などの山道区間専用のカゴで、使われるカゴも特殊な組み方となっていた。トンやカゴは、各宿場の問屋場を通して使用する。 カゴ者の人数に応じた、工程賃金を払って乗る、武士専用のカゴであり、使われるカゴが二人担ぎの粗雑なカゴであったことから、主に自家用のカゴに乗った主人のお供となる武士が利用した。宿カゴは、別名クモスケカゴとも呼ばれた庶民が利用できるカゴで、標準的には、タレのない四つでカゴを使用し、料金はカゴ者との直接交渉によって決められた。また、 特殊なカゴとして、8人から10人程度のカゴ車を動員して街道を走る速度重視の早カゴがあった。早カゴは、中心蔵などにも登場し、同作品では、江戸から阿口までの170里余りを丸4日半で、走破走ったことになっている。人が座る部分は、竹製の簡易なカゴ状のものや、木製の箱状のものなどである。 三人一組で担ぐ場合を三枚型、四人一組で担ぐものを四枚型と呼んだ。さらに八人で交代に担ぐものは八枚型、あるいは八人剣と呼ばれた。イスカゴ幕末から明治にかけ来日した西洋人は日本人より体格に優れ、そして足を折り曲げて座る習慣がなかった。そんな彼らにとってカゴは窮屈な姿勢を強いられる。 不快な乗り物であった。そのため西洋人の便利を図り、椅子に担ぎ棒を取り付けた椅子カゴが考案された。だが後に人力車が普及してカゴはスタレカゴ車やカゴかカきの多くは人力車の車夫に転職した。基礎道中熊谷塾の籠乗り物を担ぐ者はカゴ車といい、幕府職生ではカゴ頭が支配した。カゴ車は掃除で扱いにくく態度の 大きい荒くれ物が多かった。カゴ者は、六尺とも呼ばれたが、これは、力者が添加したものという、肩から模様のある長袖の発表を着ていた。また、一条二尺の棒を二人で担ぐから六尺、古代中国の天使の腰が六尺四方だったからなど、六尺の語源には、諸説ある。六尺の採用には、高い技術の他に、長身の体が求められた。 身長によって賃金に格差があり、六尺に及ぶ、大男たちが勤めたから六尺と呼ばれたという説もある。一方、庶民が乗るカゴは、町カゴ、辻カゴなどと呼ばれ、その担ぎ手はカゴかきといい、カゴ屋に詰めて乗客を運搬した。さらに道中の宿場にはいわゆる雲モなど、ブライの屋からがカゴかきを勤めるものがあり、乗客とのトラブルが頻発したという。 ことひらぐの表参道今日では、交通手段としては全く使われていないが、カゴに乗る体験ができる施設等もある。ありがとうございます。